こんにちは、こんばんは。かわいい、嬉しい、こんばんは。かわいい、嬉しい、こんばんは。マシャさんありがとう、バラ。とっちゃんハートありがとう。よきよき。たけしーさんかわいいありがとう。くまけんさんだるまありがとう。ゆうゆうゆうさんありがとう。レインボー、ぼやっきーさんありがとう。バラ、くまけんさんありがとう。だるま、みきちゃんかわいいありがとう。のろすけさんかわいいありがとう。くまけんさんだるまありがとう。ゆうやバラありがとう。マーリー29さんバラありがとう。アンデューさんバラありがとう。 DJ さんバラありがとう。しげるさんかわいいありがとう。鈴木さん、くまけんさん、リップキさん、夏だね。くまけんさん、しらさめさん、もかちかもさん、くまけんさん、人生方向地さん、おくまけんさん、高い位置さん、Q さん、ロニーさん、かわいいですか、高市さん、ユニゲメトリさん、ありがとうございます。ウッポさん似合う、ありがとう。ハヤトさんありがとう。サンソンさんもありがとう。クニちゃんもありがとう。ありがとうございます。似合ってますか、このまんま配信を始めてみました。ハセピーさんありがとう。サンソンさんもありがとう。似合ってますか、嬉しい。今日は浴衣のまま配信を始めてみました。福ちゃんちありがとう。言ってくれて優しい。全然もう見せたくてね。そうね。優しい、分かってくれる同志同志。まさやさん、食パンダさん、福ちゃんち、ポンコツさん、ジャックさん、ひびきちゃん、似合う、ありがとう。ウケる、いつもより可愛く見えるってコメントが来た。あ、本当ですか、すごい、浴衣マジック。福ちゃんちありがとうね。この黄色も可愛い。あ、オレンジも入ってた、忘れてた。黄色とオレンジと青と白のユリ、嬉しい。みつるん、かわいい、ありがとう。シーメンさん、バラありがとう。みきやくん、おう、ありがとう。タンタンさん、ありがとう。マクールさん、ありがとう。そう、今日はね、花火大会に行ってきました。花火大会に行ってきました。そう、初めて、実は浴衣で花火大会に行くのは中学生ぶりです。ほぼ初めて。かげろうさんありがとう。うん、多分ほぼ初めてで超嬉しい。なので浴衣を頑張ってきて、でそれでそのまんま配信をしてみました。何、バックナンバーの綿菓子ってどんな歌、あの切ない歌かな、歌詞が切ない歌。私はもうあの花火大会行った後の帰り道は
もうずっと最後の花火にってずっと歌ってた。バタガシ聞いてみよう。あれやろ、なんか隣にほらこのさ歌詞めっちゃエモいよね。自分で着られたの。そう、実は自分で着ました。ママのサポートも、ママもサポートしてくれながら。めちゃめちゃエモい歌詞じゃん。遠い惑星さん、バラありがとう。ハピポンちゃん、かわいい、ありがとう。嬉しい。でも上手に着れた気がする。嬉しい。一緒に行きたかった。やった。髪の毛もね、頑張ってみた。お団子にした。でもちょっと崩れてきた。かげろうさん、タコありがとう。かわいい、嬉しい。あ、綿菓子。遠い惑星さん、ありがとう。4度見するの嬉しい。屋台はね、行かなかったですね。そう、割とお腹が空いてなくって、あとはそう、パピポンちゃん、かわいい、ありがとう。天才って嬉しい。なんかクマちゃんすごい飛んできた。でもさ、花火めっちゃ綺麗だった。めちゃめちゃ近くで見れたんですけど、めっちゃ大きくってびっくりした。髪飾りはここがお気に入り。ハピポンちゃん、キハさん、キハさんありがとう。高市さん、ありがとう。かわいい、嬉しい。そう、でもなんか普段から撮影とかで着てる分、割と見てるので手順がわかるし、着るコツとかも、その時にここをこうしたら綺麗に見えるんだよとか、その着付けの方が教えてくださるので、大体は上手に着れたように感じます。かげろうさん、サイダーさん、福ちゃんち、あやとくん、かわいい、ありがとう。嬉しい。今日はそうだから、ちょっと特別な配信をしますとはこのことでした。おへそさん、似合う、ありがとう。ムーミングさんも、似合う、ありがとう。おへそさん、かわいい、ありがとう。みきゃくん、ありがとう。特別に、ゆうき、かわいい、ありがとう。嬉しい。B ショッパウンさん、似合う、ありがとう。ウケる。ふくちゃんち、ウケる。ありがとう。ギリギリ。ギリギリくまちゃん、ありがとう。ギリくま。ギリギリありがとう。タワーにならない。タワーありがとう。くちゃんち、いい感じ。 B ショッパウンさん、からし大根さん、ありがとう。ゆき、自分の中で話題になった、ウケる。スクショタイムしよう。ちょっと待って、コメント欄トップまで行きたいな。毎日可愛いけど今日は特に可愛い。でも特別だよね、浴衣は。一緒に行ったら花火よりリコチ見ちゃう。ウェルカムです。あ、ハンディファン、ウケる。こうやってやってくれんの、隣で。ありがたい。そりゃ53万点ウケる。なんで53万点、なんで 53? 縁起のいい数字。53って素数。前髪気にする女。おひさまじさん、かわいい、ありがとう。佐藤のんすけさんも、かわいい、ありがとう。ひひさん、じいじい、ありがとう。ウケる。ふくちゃんち、結局タワーじゃないですか。ありがとう。くま、後でお礼を書きます。ちょっとトップまで、コメントトップまで行きたいので。ふくちゃんち、ありがとう。いつもの休日を特別にしてくれてありがとうだよ。そんな、逆にみんなにやっぱ普段の配信とはちょっと違う姿を見せたくて
トリガーさん、バラありがとう。なべさん、似合う、ありがとう。トントン21さん、ありがとう。そう、焼きそばとかありましたよ。とか、でもポテトとか食べたかったね、もし食べるとしたら。でもそんなに暑くてね。じゃあジュース飲みたかった。タラモマニアさん、かわいい、ありがとう。ジュースめっちゃ飲んだ。タラモマニアさん、似合うもありがとう。嬉しい。明日から旅に出ますって配信だと思った。縁日も楽しみ。縁日の浴衣も決まりました。縁日の浴衣も良き。香港さん、氷ちゃん、ありがとう。氷たこちゃん、風さん、ありがとう、ありがとう。香港さん、氷バラもありがとう。ロニーさん、ミキアーク、香港さん、ありがとう。確かに来月は浴衣姿でみんなに会える。うん、あらま、お渡し会来れないの、悲しい。指に、あ、指が当たったってどういうこと？でもちょっとこれがくトリさん、ありがとう。トロピカルジュース、カズさん似合う、カズさんいいね、ありがとう。テンション爆上がり、嬉しい。そう、メールもたくさんちょっといろいろ送ってみました。トリさん、ありがとう。そう、花火見に行った。三宮も超楽しみ。でも確かにさ、お盆、あ、追いついた。お盆だからさね、なんか難しいよね、来るとして。スノー、バラありがとう。ハルルンさん、バラありがとう。花火めっちゃ綺麗だった。浴衣良きですか？嬉しい。いえ、嬉しいです。この色は、色も柄も、え、なんて優雅な犬なの。この色も柄もめっちゃときめいたの、最初に見た時に。だからこれって思った。ほんと可愛いって言ってくれて嬉しい。何タワー、そりゃ浴衣いいねタワーか。ミキヤくん、可愛い、ありがとう。アイスレモンさん、バラありがとう。ガチ恋の可能性出てきた。死ぬはおもろい。大丈夫か。大丈夫か。確かに、でも浴衣は、浴衣配信あんまりしてこなかったからちょっとギャップを、ギャップ大作戦。 Q さん、かわいい、ありがとう。カズさん、かわいい、ありがとう。ね、水色がね、そうあるの、めっちゃ可愛いよね。このパキッとした感じがすごくお気に入り。髪飾りはこれ白にした。ちょっとぼさってるけど、え、髪も素敵、嬉しい。髪は頑張ってちょっとお団子を作ってみた。また惚れました、嬉しい。 Q さん、ありがとう。カズさん、可愛い、ありがとう。髪型も浴衣とマッチしていて、とても可愛らしいです、嬉しい。そう、なんか三つ編みとかもいいかなと思ったけど、あら、落ち着いちゃったわ。そう、なんかアップスタイルがやっぱ一番いいかなって思ってこんな感じにしてみました。新聞記者のともやさん、ありがとう。カラスさん、かわいい、ありがとう。パウくん、あきてつさん、たっきょ、ありがとう、嬉しい。ちょっとタワーのお礼書こうかな。キュンキュンしてほしい。リップも普段あんまり塗らない赤っぽいリップにしてみた。うん、590日、ありがとう。よきよき。
綺麗に嬉しい。スノーありがとう。バナ吉王さん200回ありがとう。やっぱみんなに可愛いと言われたくて配信してみました。楽しかった。キャラ違い言ってよ。可愛いって素直に言ってください。トトラありがとう。ほんと？そう、巻き髪はそうお昼に配信で巻き髪してたんですけど、巻き髪は髪の毛をまとめるとき、お団子にするときにまとめやすいからそうしてみた。ねえ、なんでみんな綿菓子なの？みんな綿菓子流すじゃん。ね、後で歌詞朗読しよう。空なるさんありがとう。バラ綿菓子なの？浴衣姿の私にぴったりの歌。私はマジ若者のすべてだよ。鍋さん可愛いありがとう。ライダーさん可愛いありがとう。でもねマジ朗読するぐらいね、なんかもうねエモすぎる歌詞なの。そうバックナンバーさんの綿菓子。リンクさんありがとう。君の恋人になったらが好きなので、あ、テーマ曲受ける。そう、水色にの花びらの浴衣がこれで一番似合う君みたいなやつだよね。一番似合うのは多分君だと思う。おお、もう言えるのすごい。キアさん可愛いありがとう。綿菓子になりたい人続出受ける。みやんこ先生バラありがとう。じゃん、タワーのお礼。福ちゃんちへ凍ったくまちゃんタワーありがとう。これさ LINE のさゲームでさ、こういうなんかさうるうるしたくまちゃんを育てるみたいなゲーム悪くない？あれみたいでちょっとなんかじわじわしてる。浴衣姿の私に惚れ直す。来年は一緒に花火見れたりしないかな。リコより。ブックカバー水野の告白って歌。ルムさんありがとう。バラふくちゃんちありがとう。スクショしてほしい。え、謝らないでください。お礼はもうなんぼでもしていいですから。トラッキーさんありがとう。確かに夏に野外ライブして花火あげたい。トラッキーさんありがとう。ありがとう。ふちゃんちありがとうございます。嬉しいです。あ、スクショできたよ。よかったです。リコッチさんと一緒に見る花火は何年経っても思い出してしまうの。あったら言えるかな。まぶた閉じて浮かべているよ。わけはくんはありがとう。じゃあさ、みんなのスクショタイムもしようよ。今日学んだんよ、スクショタイムは大事っていうの。スタナーさんありがとう。からスクショタイム今からします。可愛く撮ってね。
こう。できた？ふさんありがとう。大正郎さんありがとう。サイザイさんありがとう。サザさん、コータコありがとう。ふさんハートありがとう。鈴木秀和さんハートありがとう。スタナーさんありがとう。可愛すぎてずっとニヤニヤ。ウケる。あ、低温花火なんてあるの？許可はないけど。スクショタイム。みんな可愛く撮れました？何度もスクショしてしまうよ。たけさん800回見に来てくれてありがとう。リコちゃんの浴衣姿脳裏に刻んでこの夏一番の思い出にしたい。ウケる。してサイザンさん、イケイケさん、トラッキーすくしょ芸に受ける。ひがなおさんハートありがとう。わらびもちさん、まささん、こったバラありがとう。トトラハート。ふくちゃんちかわいいありがとう。戦うマトリョシカさんはありがとう。いいね、夏の思い出にしてほしい。これでこれでちょっと夏を感じてほしい。え、わたがしの歌詞朗読してあげるよ。いくよ。水色に花びらの浴衣がこの世で一番似合うのは多分君だと思う。ママも聞いてね。よく誘う。ちょっとママにも聞かせるのウケる。謎すぎるでしょ。似合うのは多分君だと思う。よく誘えた。泣きそうだ。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は綿菓子になりたい僕に言う。楽しいねって。僕はうなずくだけで気の利いた言葉もできやしない。君の隣歩くことに慣れていない自分が恥ずかしくて、思いが溢れたらどうやってどんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。キャー乙女乙女。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んでどんな顔で見つめればいいの。君がさっき口ずさんだ歌にもたまに目が合うことも深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる。ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかしくて、思いが溢れたらどうやってどんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろうって。もうすぐ花火が上がるね。君の横顔を今焼き付けるようにじっと見つめる。この胸の痛みはどうやって君に移したらいいんだろう。ね、なんだもう君の気を引ける話題なんてとっくに底をついて、残されてる言葉はもう分かってるけど残されてる言葉何。思いが溢れたらどうやって。夏祭りもうそんな感じですね。ネタは当たった。どう思いますか。このマジで切なすぎるよね。水色に、それ切ないっていうか、ね、え、切なくない？だ、あ、エモいんかな。生々しくない？なんか表現だって可愛すぎる。彼女の隣を歩くことに慣れてない僕はもう恥ずかしいよみたいな。恥ずかしくてでも思いが溢れたらなんて言ったらいいんだろう。どうやって手つないだらいいんだろう。このか、この確かに。いや花火大会に誘ったんやろこれ。あ、わかりました。しっかり話すやんママ。前まで小声やったのにさ、もういつの間にそんな話す。つい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 らしいです。違うんか、これは切ないじゃなくエモい、エモいにしよう。そんな若者の言葉で片付けられるような歌詞じゃないか。なんて言うんですかこういう時。うん、
ママさんがっつりお話ししててわらわらわら、しっかり聞こえてますママちょっと怒っちゃう、怒しちゃう、怒しちゃう、怒しちゃう。エルさん、クボゼンさん、クボゼンさん尊いと可愛い、ありがとう。佐藤さん、ありがとう。ねえ、コンコンがタワー建てた。誰が建てていいって言った凍りつけタワーが、うん、面白い。我慢できなかった。ユーニャン200回見に来てくれてありがとう。歌菓子は高校時代を、え、そんな感じなの、昔の歌か。そうなのか。ヒロさん、ありがとう。花束、ママか語ってて死ぬだってママしっかり語ってる。ついつい可愛い、わらわら。アムトンさん、ありがとう。読書感想文みたいに分析するのやめて違うママ、これはもう分からん。ういういしいよ。ういういしい、ういういしい、ゆうさん、ありがとう。釣りバカ星人さん、ありがとう。ママ、Do you remember? 何そのターンはなかったことにける。アムトンさん、ありがとう。あ、じゃあ違うね。悲しくはないもんね。トラッキーさん、ありがとう。タワー投げるとね、怒られるよ。トラッキーさん、ありがとう。可愛さが原因かと。あ、俺は悪くない、受ける。なんで投げたんだタワーを、なんで投げたんだ。2人も投げている、私の許可をなしに。トラッキーさん、大熊猫さん、ありがとう。ね、宇品の花火大会もやってるんだよね、広島も。もっと下が映るようにして。はあ、私の許可なしにタワーを投げるなんて。ケノッチさん、ありがとう。いっぱいタワー来る、ダメだぞ。竹ノッチさん、ありがとう。みんなでもそんなにタワー投げたらダメだよ。何、なんて言ったらいい、初々しいでいいのかな、なんて言葉がぴったりなんだろう。感情が溢れてる。好きなお菓子ですか。ご挨拶の時に何持って行ったらいいかだってママにご挨拶する時、うん、八朔大福だってコスパ良い。どこから来る、ネタロウさん、ありがとう。初々しさでいいのか。可愛いリコちゃん見れて人生のやる気が出ました。頑張れ。私の事故、まあ確かに手が当たっちゃった。ふうさん、ありがとう。写真集に回しましょう。そうです、ふうさん、ありがとう。
オリエモンさん、サムありがとう。日向坂さん、かわいい、ありがとう。浴衣を着てみました。じゃーん、コンコン、氷漬けタワーありがとう。かわいいと言ってくれて嬉しかったよ、ありがとう。今年の夏もよろしくね、リコより。写真集も買ってくださいもうストレート写真集もよろしくお願いします。ホリエモンさん、ありがとう。写真集まだ買いますので、ウケる。まだね、あとショールームも、写真集ショールームもあと1回ぐらいはあるし、まあどっかの月曜日は覚悟しといてください。まだ今日27だよね。もうそろそろぐらいなんじゃない。どっかの、今まで月曜日に写真集ショールーム21時からやってるけど、29日ではないですね。29日の月曜日じゃないけど、次の月曜日の21時は覚悟しててほしい。あ、待って、コンコンありがとう。クルーズでよろしく、よろしく。トンちゃんパパさん、ありがとう。アムトンさん、ありがとう。あ、そうか、カウントダウン動画もね、そうだ、やろう。次の特典はね、結構大胆でも私の努力を感じられるんじゃないかなって。みんなはそういうのが割と見れると嬉しいでしょ。だから私は多分詰まってるなと思う、私の努力の感じが。ポンちゃんパパ、アムトンさん、タッキーさん、ありがとう。コンコン、ありがとう。大胆というよりは、まあやっぱりリコチ頑張ったんだねっていろいろ思えるやつかもしれない。エリーチカちゃん、ありがとう。ママ、リコチを産んでくださってありがとうございます。お伝えたい、だって。あーってあー、こちらこそだって、こちらこそって。アキーザル大好きマンさん、ありがとう。エリーチカちゃんも、ありがとう。かわいい。ウケる。リコチが双子とか三つ子だったらよかったのに、だって。なんで私が3人もいたら最高ウケる、うん、お渡し会楽しみ。うーん、あー、水着ではないね、確かに。水着ではない、水着ではない。夕方5時のチャイムが今日はなんだか。ねえねえ、インスタのストーリー撮ろうかな、久しぶりに。運命なんて便利なものでぼんやりさせて、この花火に今年もなったな。何年たって。カズさん、ありがとう。おひさまおじさん、ありがとう。メロディーめっちゃいい、わかる。小顔タンさん、かわいい、ありがとう。一安心って言ったらなんか、まあいいや。のぶろうさん、カズさん音符ありがとう。悲しい、そんな私の水着がそんなに嫌なんですか。
うよね。みんな保護者だからさ。お日様おじさん、カズさんありがとう。嬉しい浴衣、私っぽい嬉しい。今さインスタのさストーリー撮ろうとしてんだけどさ、どんなのがいいかな。キラキラ系にしてみで調べてるけど、クレイだって。クレイしか勝たんよね。みんながさ乗せちゃうやつがマジで面白すぎてさ。これ違うな。なんか急いでフォロー嬉しい。浴衣の写真もリミニで遊ぶか。おかちさんありがとう。嬉しい。確かにどうなるんやろ。黒目がでかすぎてびっくりだからやめとく。めっちゃいいと思ったんだけどな。ホリエモンさんありがとう。なんじゃこりゃ。クジラの、あ、これかわいい。どうかな。ホリエモンさんありがとう。これお気に入りにしたい。トラッキーさんありがとう。トゥイーティーつけてみた。これあお気に入りに入れる方法やっとわかったわ。トゥイーティーがかわいい。キラキラでいろいろ調べるね。あ？ん？これいいじゃん。
インスタのストーリーの可愛いやつゲットした。どうよ、泡が出てくるやつ可愛すぎる。ハゲた？ハゲないで。アイルトン佐藤さん可愛い、ありがとう。コミタンありがとう、パウくんもありがとう、キオニーも可愛い、ありがとう。シイチくん、サムありがとう、トラッキーさんもありがとう。ユキでした、カズさんいいねありがとう、ナオさんバラありがとう、チェットさん100回見に来てくれてありがとう。アイルトン佐藤さんめっちゃ可愛い、ありがとう。ナオさんバラありがとう。サム可愛い、尊い、似合う、ありがとう。嬉しい、興奮で寝られなくなる。大丈夫か、キョンシーさんありがとう。そんな風に言ってもらえてすごく嬉しい。他なんかないかな、可愛いの。ふわふわ、あ、卵、あ、限界チワワ、あ、反転しとる、うん。なんじゃこりゃ、全身ぐるりと見てみたい。うん、動けない、とほほ。でも縁日のレーンで浴衣は絶対見れるから、し来れない人にも動画とか載せるつもりだから大丈夫。タネさん、タコちゃんありがとう。スクショした、スクリーンショーツ、あ、いいじゃん、卓球ね。ロニーさんありがとう、ハート。トラッキーさんだるまありがとう。もう無理だ、お母さんリコをください、だって。無理って無理だしです。トラッキーさんありがとう、だるま。いくら出したら見せ、全身見せてくれますか。1000円からウケる、急にオークション始まった1100とか上がいるぞ。ラッキーさんありがとう。かき氷食べなかった。お母さん、リコの未来の旦那様にどんな希望事項がありますか、だって。それがないんよね、だってないんよね、だって手つけるとしたらないらしい。ちょっと待った、かわいい。かき氷一緒食べてくれたらそれでよくない。かき氷マジで3つぐらい食べれる腹の強さの持ち主がいい。ふさんありがとう、だって一緒に食べると。あ、浮気しないらしいです。 DD ダメだ、だって。ああ、うん、お腹弱いんかい、なんで弱いん、あの喉が、の喉が、チーズにハマっとる。うまっ。
ただいま。帯はこんな感じ。ぺったんこになっちゃった。背もたれ壁についてるから。ミラーボールが流れてた。ふさん、はやとさん、5つまで頑張る。じいさん、ありがとう。だるま、間違えた、あばば。成田のしんち、あお、ちょちょちょ、ありがとう。うっぽさん、ミラボ、ありがとう。1個回復薬ありがとう。大丈夫か心配です、ありがとう。奈良助さん、ひさもおじさん、あおは、きはさん、ハート。じいさん、おこいさん、ミラボ。福ちゃんち、ミラボ。きよにトロピカル。ぼやっきーさん、のろすけさん、テイカーさん、オーバー。ほうち、ニキビケアの日、めっちゃ大事じゃん。なんで7月27が悪ね、ほうがニキビなのよ。アイルトン、佐藤さん、かわいい、ありがとう。ポテトも食べなかった、愛されて嬉しい。リカのトリコ、ゲットした。よき、お上品、嬉しいね。あんまり見ない柄だよね。よりよりちゃんです。夕方5時のチャイムが、今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なもので、ぼんやりさせて、最後の花火に今年もなったな。何年経っても思い出してしまうな。ないかな、ないよな、きっとね、いないよな。あったら見えるかな、まぶた閉じて浮かべているよ。カズさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう、配信、浴衣姿で配信してみました。カズさん、本当ありがとう。あ、メール取ってたの大正解でしょ。浴衣ショットをいち早くみんなに送りました。お役目お疲れ様。隅田川バスター花火大会、マジ憧れる、行ってみたい。成田のしんち、カズさん、トトラ、ありがとう。あっくん、かわいい、ありがとう。トシさん、カズさん、ホーチ、成田のしんち、カズさん、パチパチ、ありがとう。ミキちゃんもありがとうね。はと、はかなくて切ない歌。無職パンマンさん、ありがとう。浴衣すご姿だとおしとやかな乙女に見えてしまう。単純だね。見た目では、見た目で全て単純だ。写真撮ったの、ママママ、笑顔が素敵で可愛かった。もうママが撮ってくれたか、ナチュラルスマイル、ごめごめ、可愛い、ありがとう。どんぐらい可愛いか、春菜さん、ありがとう。バラ、あったら言えるかな、まぶた閉じて浮かべているよ。長岡の花火大会って何？いつあるの？みっつーさん、ありがとう。かわいいが言うことないくらいかわいい、嬉しい。浴衣かわいい、嬉しい。リコちゃんはママさんにですか？かっこ内緒で質問。ママオリンピックに夢中。私？
ママにかな。みんなママに似てる。今年の花火大会ほかどこか行けるかな。コデオヒーローさんありがとう。まぶた閉じて浮かべているよ。調べてみてるけど、全国ちょっとってやってみてた。ゴミゴミかわいい、ありがとう。8月15日長野県諏訪市、なんだなんて読むんだ。花火大会あるの長岡の花火。8月23長岡ってどこ？100万人近く集まるの？東京？新潟？コデオヒロさんありがとう。ゴミゴミありがとう、かわいい。ケンタッキーさんありがとう。阿部ヒロシさんありがとう。新潟長岡市？2万発も？すごい。Check it out. 7月27今日はね、千歳とか北海道とかでもやっちゃうし、もういろんなところで行われてるわね。行ってみたい。東京花火大会2024で調べてみた。東京ならワンチャンさ、そのサマーフェス系、夏フェスのついでとか言ったらひどいけど、に行ってる時に見に行けたりしないかなって。心さん、響ちゃんありがとう。今日は隅田川ですね。八王子も、おママが喜んでる。ママオリンピックに夢中だから。8月3日板橋花火大会とか、立川花火大会、荒川河川敷、立川昭和記念公園でも花火大会。そうなん。ファイヤーサーフさん、池様ありがとうね。隅田、行ってる人いるの、羨ましい。池様ありがとう。とか、砂浜に座りながら見れるのとか。8月10日神宮、浴衣姿よき諏訪湖。毎日10分間もすごい。8月10日神宮だって。8月10日って何かあったよね。アイドルサマージャングル、サマージャン女子を花火大会と夏フェスに誘う。さすがじゃん。見に行ってみたい。あとはね、大きめの、みきちゃんハートありがとう。大きめ熱海、すごい。
大きめ探し中。江戸川区花火大会14,000発、8月24日。うわー、うーん、あ、調布花火10,000発、ね、ジャングルの日って言い方受ける。ムービングさんありがとう。神戸港、神戸とかも良さそう。帰宅花火会10,000発、もう9月ですね。これ世田谷区玉川花火大会6,000発、お台場レインボー花火2023 1,100発、打ち上げ数未公開。全部いいじゃん。もう終了してる系じゃん。あ、ママママオリンピックに夢中ママ。すごい、江戸川から綺麗に見るの、見に行きたい。阿部寛さんありがとう。あ、人も多いんだ、その分ね。あ、有料席取らないと見るの大変。大変。スタがやっ、ママ声でっかかった。あ、すみません。トラッキーさんありがとう。あ、無料ライブして、かっこいい。柔道勝った、見てるの分かるな。リコちゃんよりオリンピックのママ、そう、草生えた。見に行きたい。神宮ライブ行きたい。神宮、なんでさ、あの汗かかんのかな。乃木坂の46さんのメンバーは。ママはね、柔道見てるよ。みんなは、みんなは今年のオリンピック、どこの競技、どの競技に目をつけていますか。オリンピックつけた、ワクワクしちゃうよね。ハロー、ハロー、昔のアニメにこんなのいたっけな。ね、柔道見てる。サッカーとバスケいいね。え、日向坂さん、そうなんですか。汗だくのメンバー、そうなんですか。リコカツ、オリンピック、あ、バスケ。私さっきはバレエを見て、めちゃめちゃもうクソ悔しいってなったね。バレエ悔しかったな、ドイツ戦。バスケ、バスケか。女子レスリング、あ、競泳、うん、白色に合う、嬉しい。水泳、うん、バスケいいね。確かにハンドボールもさっき見たかも。バスケも見たし、バレエ仕事で見れない。あららら、あ、ブレイキン、わかる。どんな感じなんだろう。りかこちゃんありがとう。神宮の時期っていつなんですか。しらすさんありがとう。これ今ダンス踊って、9月2、3、4、3日間すんの。服フェスとかやん。服フェス超楽しみ。行きたい。そうなん、
渋吉さん100回見に来てくれてありがとう、最高。あー負けるの悔しいよね。しらすさんバラありがとう。マジで日本のこと全員応援してる、本当に日本応援してる、日本ラブ。おー9月10日に髪の毛短くしたって言ったか、マジか。でもしたいね、いいよね。でもロングもいいってこの前ね思ったんよ。可愛いじゃんロングも。あーこの夏の予定いっぱい見ちゃう、調べちゃう、いっぱい予定入れたい。トラッキーさんありがとう。サラサラ、そうヘアはもうケア、ヘアケアしっかりしたいと思いました。甲子園か、今やっちゃうもんね。いいね、なんかでもさ髪の毛も染めてみたいって思ったりするの。ハヤトさんありがとう。あーなるほどね、パラリンピックもいいっすね。ね、髪飾りも良き、揺れる揺れぬ想い体中感じてきっと歩き続けたい君と、だった In your dream。人生をこんじさん、ミラバリオ。揺れる想い体中感じて君と歩き続けたい In your dream 急に力強く。にゃんこにゃんにゃんこにゃんこにゃんこ、今ツイッターランド見てるから、ちょっと待って。SNS、ひらもんさんクッキーありがとう。確かにカラオケステージだったらマジもうフジファブリックさん歌うしかない。タラバガニさん、おひさまおじさん、ヨーク最後のサビ部分、そうそう、ミリアカちゃん、ミアリカちゃん、エリーチカちゃん、ミキちゃん、モーさん、おひさまおじさん、なり楽しんで、モーさん、人生ほこんじさん、ミラボありがとう、アイルトン佐藤さん、かわいいありがとう、カズさんもハヤトさん、トラッキーさん、みんなありがとう、ヨウくんハート、ヒラモンさん、
エリーチカちゃん、ニョッキンミルンさん、かわいい、ありがとう。モスの脱水シェイク本当に存在するんだってびっくりした。トラッキーさんレインボーありがとう。阿部寛さんもレインボーありがとう。にゃんこ、ニョッキンミルンさんにゃんうありがとう。ダルマもありがとう。楽しみだよ。今日は写真集発売まであと14日のカウントダウンが、カウントダウン TV が始まりました。なべさん、ようこん、ありがとう。マジであと2週間でみんなの元に写真集が届くんかって思って、でそれでどんどんイベントとかもいっぱいだしってな、超楽しみ。カウントダウン TV なんかカウントダウン TV なんか聞いたことあんなと思ったらカウントダウン TV それだった。鍋さん、ヨウくんに、おにぎみとりさん、ありがとう。8月10日まであと2週間です。ワクワクする。ね、写真集届くの楽しみって思ってもらえて嬉しい。これからはもうカウントダウン TV がいっぱい残されて、うん、いっぱい流されます。ケンちゃん、ハートありがとう。毎日カウントダウン TV。 アルコールなしなんだ。甘み感じてダサい感、味わからないから多分いける。わからんのかい。わかる、わからん。私も生きがいにして、写真集にボム。みやりかちゃん、ハートありがとう。ボムさん、ボムさんで使いたいフショット、あーそっか、ボムも2週間か、もうそろそろ2週間以内に発売か。告知するか、ちょっとマネージャーさんに聞いてみよう。そう、告知も調整がいるの。ね、確かに初選抜記念グラビアの時以来の、そうですね、ボムさんになります。岩尾さん、響さん、ハミさん、ミヤリカさん、ありがとう。そうなんだよね、ボム、わかんない。マネージャーさんは0時以降はもう連絡してくれません。トラッキーさん、ケンちゃん、ありがとう。
ひびきちゃん、トラッキーさん、ケンさん、ニョッキンミルンさん、ありがとう。みんなが寝るまで起きてるのは得意だよ。何時間寝てんの？みんなってさ、平均睡眠時間何時間なの？ちなみに私はなんか毎日毎日その睡眠計測アプリで記録してるんですけど、月の平均は6時間でも、お休みの時は8時間9時間ね。告知たくさん嬉しい。トラッキーさん、あっくん、とうとうありがとう。ニョッキンミルンさん、ケンさん、トラッキーさん、ひびきさん、さとしさん、コートキンミルンさん、5時間67、やっぱそんぐらいだよね。5時間、4、5時間、平均の日頃から頑張ってるから7、8時間、ロングスリーパー、素晴らしい。一番今まで、このコメントが来た中で一番長く寝てるよ。6、7時間、夢見てるから0時間。働かせてください。シャフだ、違う、シャフじゃない、社畜だ社畜だ。4、5時間、みんないっぱい寝てほしい。6、7時間、ナポレオンは3時間なの？ね、休日8時間、シャフダーじゃなかった、社畜ダーだった。聞くひともじさん、300回見に来てくれてありがとう。6時間、いっぱい寝てほしい。夢に出てくるとやばいよ。カビゴンに怒られて、ポケモンスリープしてんの？4時間はダメだ。ちなみに私はシャフモードの時は11時間とか。この前めっちゃ寝た時11時間寝たの、多分。シャフモードは11時間、社畜モードは3時間。社畜モード3時間だなみんなは社畜モードの時はどう？4時間とかなっちゃうのかな。カツリンさんありがとう。キリン2時間、カツリンさんありがとうね。今日はみんなに配信に見に来てもらいたかった。だって珍しく浴衣着てやる気満々で配信しちゃったもん私浴衣着てやる気満々よ。ニョッキンミルンさんありがとう。でも私最近気づいたことがあって、寝不足の時本当に肌が汚いのアイドルから聞きたくないワード。寝不足の時本当に肌が汚くてびっくりする。そう、頑張ってて偉い、みんなも頑張ってて偉い。でも寝てる時は肌がすんごい綺麗なのそう、浴衣配信本当みんなもゆっくり見てくれてありがとう。明日も日曜日だからみんなゆっくり寝てね。ハヤトさんハートありがとう。本当？今日は頑張って、ママ頑張って早く寝るね今日は。睡眠大事、ズーです、ありがとう。嘘でしょ、話し会の時ワクワクで3時間くらいしか寝れない。嬉しい、楽しみにしてくれてるってことだよね。縁日の時は浴衣着るから楽しみにしてて。しかも可愛い浴衣を着ることになったから。カズさんありがとう、ありがとう。ズーデスさんもありがとう。バラバラ、うん、来年の浴衣のことも考えてる。水色にしようとか。プライベート浴衣はどんなのにしよう。やっぱそうだよね、金魚ちゃん。みんなはオリンピックで寝不足ね。時差、赤がいい、とにかく可愛い、嬉しい。赤い金魚にしたい。特別な配信で良きでした、ほんと。特別な配信にできてよかった。これからもでも特別な配信いっぱいしたいなって思う。ベベモンさんありがとう。クッキー F1 で寝不足、あープーンってやつか。次はどんな配信したいか決めるね。赤い金魚アンナチュラルじゃん、キャーン。
え、じゃあ次はどんな配信するか。カラオケ配信はしたい。夏を浴衣以外何があるかな。ちょっとデコルテ出した服とか。私あんまさ T シャツ以外着ないもんね。え、白く上がった。バイタミン C って言うんだよ。ビタミン C、 目の保養、ビタミン C。 T シャツ好き、嬉しい。あ、ノースリーブで配信する。スイカ食べる配信しようよ。トトラお疲れありがとう。スイカ食べ食べ配信。トトラスイカの種飛ばし大会しようよ、ベランダから。あのこと思い出して、給食の。あ、華やかになった。言った。トトラ可愛いとありがとう、とお疲れありがとう。サトシさんもありがとう。でもまた浴衣配信しよっかな。レモン博士さん似合う、ありがとう。ダイランさんバラありがとう。じゃあ終わります。え、待って待って、マークスにありがとう。じゃあ読み上げるね。スイカベイビー、食なんで普通に羨ましくなっちゃう。なんでよ。過去です、過去です。じゃあ39から、食パンダさん、クボズンさん、ひまわり29さん、成田のしんち、ひびきちゃん、おひさもじさん、しらすさん、ぼやっきーさん、おへそさん、みきちゃん、竹のちさん、ゴミゴミ、きよにー、シーメンさん、トトラー、釣りバカ星人さん、かげろうさん、ようくん、スノー、わらびもちさん、はるるんさん、なべさん、鈴木秀和さん、キハさん、高市さん、あっくん、にょっきんみるんさん、サム、トトラー、かつりんさん、うっぽさん、ゆうゆうゆうさん、トラッキーさん、阿部寛さん、そして本日の秋元先生枠はアイルトン先生です。ありがとうございます。香港さん、人生方向さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はカズさんでした。カズさんありがとう。第2位はコンコンでした。コンコンありがとう。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんちありがとう。ありがとうございました。浴衣特別配信ゆきゆきでしたね。みんな喜んでもらえてよかったです。せいくん、はやとさんありがとう、アイルトン佐藤さんかわいい、ありがとう、ダイランさんもありがとう。じゃあ配信を見てくださってありがとうございました。皆さんもまた健やかに眠っていただきたいです。それでは皆さん健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー。みんな健やかに。いけいけさんありがとう。